JICA は円借款事業における施設と建設事業で頻発している労働災害と公衆災害の防止・低減を目的として JICA 安全標準使用書以下 JSSS を作成し2021年に公表しました。 JSSS の詳細は本 DVD に格納されているJSSS 英語版をご確認ください。 JICA は円借款事業の借り入れに実施機関、コンサルタント、施工業者を対象者として実際に発生した事故事例を材料としつつ JSSS における基本的な安全遵守事項の理解を深め工事安全の意識を高めることを目的として本視聴覚教材を作成しました。JICA は2007年9月にベトナムの関東橋建設計画事業で発生した労働者55名が死亡する工事事故を契機に ODA 事業の安全対策の取り組みを強化しました。2015年には ODA 事業の工事安全方針を制定しました。 JICA の安全対策の取り組みの強化にもかかわらず ODA 事業での労働災害、公衆災害の発生が高止まりする状況が続いています。ODA 事業の工事事故のうち、円借款事業の工事事故は約8割を占めており、JICA は円借款事業の工事安全対策の取り組みを一層進めるために JSSS を作成し、2021年にその運用を開始しました。JSSS は9章からなり、第1章は一般安全要求事項、第2章は共通安全要求事項、第3から9章は各作業の安全要求事項を規定しています。 JICA は JSSS の適用により ODA 事業でのゼロ労働災害・公衆災害が達成されることを強く期待しております。第1章総則は38節と付属書からなり、一般安全要求事項、用語や様式を規定しています。本章では、発注者、エンジニア、請負者の工事安全上の責務、JSSS の契約書類上の優先順位、請負者のリスクアセスメント、施工計画、安全計画の作成と提出、エンジニアのレビュー、安全衛生管理者の責務と権限、請負者の要員の教育訓練、健康衛生管理、仮設工事の設計、施工、モニタリング等に関して規定しています。以下、第1章の内容を解説いたします。工事事故が発生している要因として、請負者の法律や契約の安全要求事項の遵守不足、安全管理、対策不足、老朽化したまたは整備不足の機器の使用などの問題が挙げられます。一章一節ではこれらの問題の解決のために請負者が安全衛生の要求事項を遵守することを宣言する、入札者すなわち請負者の安全宣言を契約に含めることを規定しています。一章三節は安全衛生に関する使用者の契約上の優先度を規定しています。安全衛生要求事項の優先度は特記安全使用書 JSSS 他の一般及び技術使用書に規定の要求事項の順です。一章五節は請負者の安全管理水準を高めるために ISO45001 Occupational Health and Safety または ISO の規格に準じた安全管理システムの適用を規定しています。なお、ISO の外部認証は要求していません。一章八節では、請負者は工事のリスクアセスメントを実施し、危険性または有毒性の特定、リスクの評価、リスク低減、除去の措置の決定を行うこと、具体的な対策を施工計画、安全計画に反映し、請負者の要因へ危険源、リスクを周知することを規定しています。一章七節は、請負者の入札段階の安全計画、着工段階のベースライン安全計画、施工段階の詳細安全計画の作成・提出を規定しています。一章九節は、請
請負者は工事のすべての部分の施工方法及び段取りの詳細を記述した施工計画をエンジニアに提出すること、設計書、計算書、要因機器、検査やモニタリング計画等を含むことを規定しています。またエンジニアの安全計画及び施工計画のレビュー及び契約不遵守の通知、請負者の計画の再提出及び工事の開始に関して規定しています。1章11節はエンジニアの請負者の安全遵守に関する指示を規定しています。請負者に安全計画、安全要求事項の不遵守があるとエンジニアが判断したとき、是正措置、予防措置の実施を請負者へ指示します。工事の一部に危険があり事故につながる可能性があるとエンジニアが判断したときは、その危険が取り除かれたと確認するまで工事の中断を指示します。事故が発生したとき、エンジニアは請負者に対し再発防止措置の実施が確認されるまで工事の中断を指示します。 DC6章7節、健康と安全は請負者の現場の安全維持と事故防止を責務とする事故防止責任者を任命することおよび事故防止対策を指示する権限を有することを規定しています。 JSSS ではこの責任者を安全衛生管理者以下 HSO と呼称しています。 JSSS は現場の安全管理上特に重要な HSO の具体的な権限と責務、 HSO の安全指示の権限を請負者の要員は尊重する義務があることを規定しています。 HSO の責務として安全計画の作成、安全管理活動の周知、現場の点検、事故発生時の工事の一時中断指示、事故の再発防止策の立案実施、安全教育訓練の実施等が規定されています。1章14節は事故発生後中断している工事の再開手順を規定しています。請負者は事故の調査、原因、再発防止策を記述した提案書をエンジニアにレビューのために提出することを規定しています。エンジニアから提案書への不遵守通知がない場合、請負者は再開日をエンジニアへ事前に通告した後工事を再開し、再発防止策の効果を検証し、その結果をエンジニアに通知するとともにリスクアセスメントを再度実施し、必要に応じて安全計画及び施工計画を変更することを規定しています。1章15節は請負者が実施すべき全般及び日常の安全管理活動について規定しています。請負者の全般の安全管理活動として内部会議の開催、安全事項の指導及びモニタリングの実施を規定しています。また請負者の日常の安全管理として作業前会議、請負者の要員への作業内容や安全計画の内容の周知徹底、 5S 活動等の指導と管理、現場の安全点検等の実施を規定しています。1章18節は GC6.9 を遵守して請負者は適切な資格、技能、経験を持つ要員を配置すること、労働者を単独で作業させないこと、作業班に必ず作業主任を配置すること等を規定しています。1章19から21節は新規入場者安全訓練、技能訓練、追加訓練に関する訓練対象者、訓練者、訓練科目、教育訓練記録等について規定しています。1章22節と1章23節は危険作業の安全措置に関して規定しています。請負者は危険作業に従事する要員への特別訓練を実施、従事許可証の発行、作業主任の常時配置、安全手順書の作成を規定しています。また請負者は作業許可制度の構築実行、 HSO の危険作業の評価、安全点検、作業許可制度の管理を規定しています。HSO の危険作業内容の調査評価、遭遇する可能性のある危険の予測、作業前点検の結果の確認を規定しています。1章24節と1章25節は
事故の対応計画への要求事項及び事故に備えた要員施設を規定しています。請負者の現場内の医療応急手当要員設備サービスの計画を記述した事故対応計画の策定、緊急救助や応急手当の訓練の実施を規定しています。また特急安全使用書に規定すべき内容を規定しています。HSO の事故発生直後及び発生後の措置についても規定しています。1章35節は請負者の機器、仮設工事、安全機器及び保護具について工事で安全に使用するための要求事項を規定しています。請負者はこれらの請負者の機器等の使用前に HSO が点検を行い使用目的に適合した機器等のみの使用を許可し、使用中は定期点検を行い機器等の適合を点検することを規定しています。またエンジニアによる点検及び不適合時の使用中止や作業の中止に関して規定しています。1章37節は仮設工事の設計、建設、使用、撤去の管理基準を規定しています。管理基準として BS5975 の第1節及び第2節またはエンジニアの同意する他の管理基準の適用を規定しています。エンジニアが要求したとき、請負者の支保工の設計及び計算を含む仮設工事のすべての部分の施工計画の提出を規定しています。監視員の配置に関する事故の事例です。鉄道敷設工事の現場です。油圧ショベルが給油車を待っています。監視員は休憩所で待機していました。早く給油しないと作業が続けられない。お、来た来た、よし早く給油を済ませて急いで作業に戻ろう。油圧ショベルが給油車の元へ走り始めました。すると、あ、勝手に行っちまった、監視員をつけずに動いちゃダメだってあれほど言われてたのに、急いで誘導してやらなくちゃ。監視員は油圧ショベルの誘導をするため急いで油圧ショベルの前へ出ようとします。すると、あ、監視員が転倒してしまいました。運転手は監視員が転倒していることに気づいていません。よし、この残土を避けて進めば到着だ。うわあ、監視員は油圧ショベルに引かれ死亡しました。請負者は不許可の者の立ち入りを防止したり、請負者の要員と道路利用者、歩行者などを含む一般講習に効果的に周知し、事故から保護するために作業の全時間に監視員を配置することが規定されています。今回の事例でも油圧ショベルの適切な位置決めの補助を行う必要があり、オペレーターもその合図に従う必要があります。車両の操縦を補助する前に監視員と運転手はトランシーバーで連絡を取る、または互いに手信号で確認したり視線を合わせることで合図を出し合って作業を進めていきます。もし監視員を見失った時には直ちに操縦を中止しなければなりません。そうすることで運転手と監視員がお互いに安全を確保しながら作業を進めることができるのです。上下作業に関する事故事例です。海上で橋脚のパイルキャップの工事をしています。コンクリート製のパイルキャップが硬化したので鋼鉄製の底型枠を外しています。午後には型枠を運び出すクレーンも来るからな、昼飯返上で準備をしておいてやろう。作業員 B は外した型枠にクレーンで搬出するためのフックを溶接していました。すると、もうすぐ型枠を外すクレーンも来るからどんどん外してどんどん持って行ってもらうぞ。作業員 A からは作業員 B が作業している様子が見えていません。すると、ああ、うわあ、作業員 B は
肩を複雑骨折するなどの重傷を負いました。作業員の上下作業は原則禁止されなければいけません。今回の事例では上下作業に関わるお互いがお互いを認識できず、必要な措置が取られないまま上下作業が発生して事故に至りました。請負者は作業をする場所や作業の内容、タイミングなどを注意深く調整する必要があります。またやむを得ず上下作業を行う場合は、吊り柵や安全ネットなど追加の防護具や作業器具を提供しなければなりません。さらに上下作業が行われる際には監視員を配置することで不要の事態を防ぐことができます。立ち入り禁止の境界区分に関する事故です。掘削作業が行われている一般道路です。開口部にはバリケードを設置しています。夜です。ああ、今日は残業で遅くなっちまった。早く帰らないと。すると、うわあ、バイクがバリケードに衝突し、運転手はその後、死亡しました。JSSS では、危険作業が行われている場所への未許可の立ち入りを禁止しています。そのため、作業を実施している場所を適切な柵や防護壁などで明確に区別する必要があります。今回の事例では、バリケードを視認性の良い適切なものに変えたり、標識や照明で明確に区別することなどが必要です。そうすることで、サイト内の安全と、サイト外の安全を守ることができるのです。第2章は、工事に共通する一般的な安全措置を規定しています。本章は次の9節に請負者が実施すべき安全措置を規定しています。以下第2章の内容を概説いたします。請負者は請負者の要員に安全で衛生的な労働環境を提供する義務があります。2章1節は請負者が実施すべき作業環境に関する具体的な要求事項、モニタリング及び現場周辺のリスク管理について規定しています。2章1節1項では現場で有害物質のモニタリングを行い、暴露限界以上の有害物質が存在する場合、作業の中止または作業環境の改善の実施を規定しています。2章3節及び2章4節は請負者の要員及び公衆の安全確保のために立ち入り禁止措置、監視員の配置に関して規定しています。現場の危険な場所への柵や標識の設置、許可のない者の立ち入り禁止、監視員の常時の配置を規定しています。また請負者の要員や公衆への請負者の機器の衝突防止や転落防止、行動の現場での歩行者や機器の制御のために監視員を配置することを規定しています。現場では高所の作業場所からの墜落・転落事故が多く発生しています。2章5節は床面から2メートル以上の高所作業場所からの墜落防止の各種の要求事項を規定しています。それらは昇降設備、手すり、中山、はばき、作業床の設置、開口部からの墜落防止、墜落抑止用器具または墜落制止用器具の提供などです。また請負者の要員への作業開始前の墜落の危険に関する指示教育、墜落防止設備の無許可での取り外しの禁止の指示を規定しています。2章6節は工事に関係する飛来落下物による現場内、近接、周辺の人への被害防止のために請負者が取るべき措置を規定しています。物資等の安全な運搬方法、労働者の上下作業の原則禁止、仮設の防止棚、防護壁等の設置、立ち入り禁止区域、迂回路の設置、飛来落下物危険等の標識の設置などを規定しています。2章9節1項保護具は、請負者は作業に必要なすべての保護具を請負者の要員に無料で支給し、適切に使用させ良好な状態を保つこと、損耗、紛失または損傷した場合には交換することを規定しています。また
使用する保護具の国際的規格を規定しています。2章9節2項応急手当は、請負者の応急手当用の器具・備品の配置と定期的点検と補給、応急手当の訓練、救急箱および AED の規格を規定しています。電力線移設工事での事故です。既存の電柱から仮設の電柱へ電力線の架け替えを行っています。ああ、意外と時間がかかってるな。予定通りに終われるかな。その頃、変電所ではまだ作業終了の連絡が来ないな。もうとっくに終わって昼休憩に入ってるはずなのに、連絡し忘れているのかな。計画した作業終了時間も過ぎてしまった。本来ならもう電柱を降りなければならないのに、変電所に伝えてやらなきゃ。すると、うわあ。作業員は感電し、10メートルほどの高さから落下しました。地下埋設物や架空線上空施設については、安全確保の確認や詳細な施工計画が必要です。今回の事例では、作業員が作業を終え、地上に降り立った際に、携帯電話で取りまとめ役に連絡を入れ、それを変電所の作業者に伝え、通電するという手順が取り決められていました。しかし、作業終了予定時刻になっても連絡はなく、また取りまとめ役が席を外していたことから、変電所の作業者が独断でスイッチを入れたことで、事故が発生しました。安全帯を着用し、現場と安全管理責任者の間のコミュニケーションを円滑に進めることが、工事事故の防止につながります。第3章は、地下または建物に埋設された地下埋設物及び現場内に露出、または上空に存在する架空線上空施設に関する工事の安全措置について規定しています。また、工事の共通事項である感電事故発生時の処置について規定しています。以下、第3章の内容を概説いたします。3章1節は、ガス管、水道管、電力線、通信線などの地下埋設物の工事を安全に遂行するための措置を規定しています。発注者が講ずべき措置は、地下埋設物の所有者との事前合意、請負者への適切な支援です。請負者の安全措置は、所有者との協議、緊急時の事前準備、人力による試掘などの事前準備や、防火・感電防止、監視員の配置、要員への安全上の指示などです。3章2節は、電力線、通信線、管路などの架空線等上空施設の工事の安全措置を規定しています。3章1節と同様に、発注者が講ずべき措置は、上空施設の所有者との事前合意、請負者への適切な支援です。請負者の安全措置は、所有者との協議、緊急時の事前準備、架空線の防護、離着距離の確保、感電防止、監視員の配置、要員への指示です。感電事故時の感電した機器への接触禁止、被害者救助、二次感電防止などを規定しています。これは意外と見落としがちな請負者の工具に関する事故の事例です。テーブル層で木材の切断をするところです。急にこれをカットしてくれって言われたよ。あ、割り刃がないな。きっとこの間の修理の時に取り付け忘れたんだな。まあこれぐらいの作業ならいいか。作業員は割り刃もつけず素手で作業を始めました。刃もだいぶ出していて、木材をガイドオールに沿わせていません。すると、うわー、キックバックした木材が当たり、作業員は肋骨を骨折するなどの重傷を負いました。4章では、ブルドーザーやクレーンといった大型の建設機械だけではなく、振動転圧機などの小型の機械や、ドリルやノコギリ等の
工具も含む機器の使用について書かれています。小型の工具や道具であっても危険は潜んでいます。使用に際しては安全点検や安全教育訓練が要因になされ、安全計画に沿って適切に使用されなければなりません。今回の事例ではなぜキックバックが生じるのか、それを防止する割り場、防護カバーの役割や、万が一キックバックが生じた時に受ける衝撃、適切な自工具の使用が重要なことを理解させるなどの教育が必要です。標準アタッチメントの使用や修理する場合には安全担当者の承認を受けている者が行います。感電にも注意が必要です。ちなみに丸ノコを使っていた場合には切断剤ではなく丸ノコ自体が飛んでくる危険性もあります。緊急警報装置など全ての安全装置を作動させるほか、刃を出しすぎないなど操作限界を超えた操作をしないことなども必要です。これはテーブルソーのような小型機械器具だけではなく、ブルドーザーなどの移動型機械や採石設備などの定置機械においても同様です。第4章は工事に使用する移動型機械、定置機械、小型機械、器具及び電力機器を含む請負者の機器の安全要求事項について規定しています。以下第4章の内容を解説いたします。4章1節は請負者の機器の種類、参考基準、機器の製造業者の指示事項、施工計画と安全計画の作成と請負者の要員への計画の周知、作業の安全訓練と交通安全教育、資格・技能・経験を有する操作者・運転者の配置、監視員の配置、合図方法と器具の選定などを規定しています。4章2節は請負者の機器の搬入時の点検、運用使用時の日常点検、定期点検、不具合・異常時の対応を規定しています。点検リストの作成、機器の搬入時の保守点検記録の確認と機器の点検、 HSO の搬入時点検の実施、JSSS の要求事項を満たさない機器に対するエンジニアによる搬入拒否が規定されています。また機器の運用、使用中の不具合、異常時の機器の運転停止、修理、再点検が規定されています。4章3節は請負者の機器の運用、使用に関する各種の安全要求事項を規定しています。それらは機器の清掃、点検、維持管理、操作中の安全措置、仮設道路、移動式機器、定置式機器、小型機器、工具、電気機械器具、エレベーターや資材用コンベヤの安全要求事項です。現場で多発している感電事故防止のため、4章3節12項は電気機械器具の日常点検、防水スイッチの使用、漏電遮断器の設置、水中での使用禁止等を規定しています。クレーンの同時操作に関する事故事例です。木型に設置した仮設鋼製桟橋を撤去するため、桟橋を支えていた杭をバイブロハンマーを使ってクレーンで引き抜いています。運転席以外の場所に乗ってはいけません。にもかかわらずオペレーターと見習い作業員が乗っていました。こうやって杭を引き抜いて横に移動させて下ろす、この繰り返しだよ。こうやって教えたんだから次からはお前もできるだろう、頑張ります。とはいえこの前の台風で作業が遅れてるし早く作業しないとな。よし。するとオペレーターは杭を持ち上げながら同時に横に移動させようとします。作業をまとめてやればスムーズにできるぞ。危ないからやめろ。ちょっと大丈夫なんですか。やめましょうよ。大丈夫だよ、任せろ。オペレーターは作業を続けました。すると、ああ、横転したクレーンのキャビンが泥に埋まり、オペレーターと見習い作業員は脱出できず、
溺れて死亡しました。五章では、妖火、玉掛けに関する作業に関して規定されています。今回の事例では、物を巻き上げながらブームを旋回させるという禁止された同時操作を行ったことで事故が起きました。クレーンの同時操作はオペレーターの注意が散漫になるため危険行為として禁止されています。同時操作を行ったことによる事故事例は死亡事故も含め多く報告されています。機器の安全点検に加え作業や機器を考慮した安全訓練が必要になります。溶火作業中は逐一安全を確認しながら作業を一つ一つ進めることが大事です。吊り上げ面から30センチメートル離れたところで3秒間停止、異常がないかを確認してから吊り荷から3メートル離れて吊り上げます。これを33運動と呼んでいます。機器を旋回させる場合やブームを動かす場合も同様です。玉掛け要員が周囲の安全性などを確認し合図を出してから作業を進めます。また機器の作業限界を超える作業をしてはいけません。過負荷防止装置など全てのクレーン安全装置を稼働して定格荷重を超える上げにはもちろん安全装置が作動した場合は速やかに作業を停止しなければなりません。第5章は請負者の要員の溶火と玉掛けの安全な作業及びこれらの作業による公衆への被害を防止のための要求事項、事故防止措置について規定しています。以下第5章の内容を解説いたします。5章1節は溶火機器に関する一般的な安全要求事項を規定しています。5章2節は溶火機器と玉掛け用具及び溶火作業に関する安全要求事項を規定しています。溶火機器の定格荷重の表示、日常作業前、定期点検と保守の実施、資格・経験のある操作員・玉掛け作業員の配置、作業のリスク・安全措置、緊急時の手順等の要員への指示や周知、玉掛け作業員の合図・立ち入り禁止措置、作業中の禁止事項等について規定しています。5章3節はクレーンの選択、組み立て、使用、解体の計画のための専門家の雇用と移動式クレーンの安全要求事項を規定しています。移動式クレーンの転倒防止用の敷鉄板の設置、アウトリガーの最大限の張り出し、過負荷防止装置の使用等を規定しています。5章4節は玉掛け用具の情報の表示、玉掛け用具の現場での作成・修理の禁止、不適切な玉掛け用具の切断廃棄等の処分について規定しています。仮設工事に関する事故の事例です。橋脚のブラケット足場で作業員が足場の調整をしています。早く足場を作ってやらなきゃ、みんなが作業できないからな、急いでやろう、危ないから安全帯のフックをかけろ、大丈夫、作業はすぐ終わるから。すると JSSS では仮締め切り工や土留め工、足場、電気やガスの仮設工事に関する安全標準仕様を規定しています。今回の事例ではブラケット足場のサポートが緩んでいたことから足場が崩れ事故の原因となりました。支持足場、移動足場、吊り足場、移動昇降足場については自重と最大荷重の4倍以上の支持能力が必要です。安全計画に沿った設計仮設が必要なほか、使用前や変更や拡張を行った際、悪天候などの後には点検することが必要です。また足場の上でははしごや脚立を使用してはならず、足場の組み立て解体作業など墜落の危険性がある場所ではハーネス安全帯を使用するなど墜落防止の措置を取る必要があります。第6章は本体工事を安全かつ計画的に実施するための
仮設工事の安全措置について規定しています。ここでは土留め工、仮締め切り工、通路等の仮設工事の計画、設計、建設、使用、撤去に関する要求事項を具体的に規定しています。以下第6章の内容を解説いたします。6章1節は仮設工事の設計と準備、施工計画、施工、使用、撤去、モニタリングに関して遵守すべき JSSS の条項等を規定しています。6章2節と6章3節は掘削面の崩壊防止用の土留め工と水中工事用の仮締め切り工の安全要求事項を規定しています。6章2節は土留め工の計画、設計、施工計画、安全計画、モニタリング計画、土留め作業、支保工の安全措置、周辺地盤等のモニタリングを規定しています。6章3節は仮締め切り工の計画と設計、施工計画、安全計画、モニタリング計画、仮締め切り作業、支保工の安全措置、急激な水位上昇時の対応等を規定しています。6章4節と6章9節は歩行者の移動用の通路と作業用の足場の安全要求事項を規定しています。6章4節は通路での転倒・墜落防止の安全措置、 HSO の点検等を規定しています。なお、はしご及び脚立は HSO が安全と判断した時のみ通路としての使用が可能です。6章5節は足場に関する遵守基準、設計、仮設作業、HSO の点検、作業床、通路の敷設等に関する要求事項を規定しています。6章7節と6章8節は仮設電気設備と電気及びガスによる溶接と切断に関する安全要求事項を規定しています。6章7節は仮設電気設備の設置、使用、移設、補修、撤去に関する安全措置、携帯用電気機器、漏電遮断機の使用、点検保守の実施等を規定しています。6章8節は有資格者以外の作業の禁止、電撃防止措置、逆火防止装置等の作業前確認、機器の定期検査、火災予防の措置等を規定しています。掘削工事に関する事故の事例です。掘削工事のサイトです。深さ4メートルほどのところで作業をしています。よし、順調に進んでるな。これだけまっすぐ綺麗に掘れてるなら上出来だ。これなら予定通りに終わりそうだ。すると、うわぁ、作業員は肩を骨折するなどの重傷を負いました。 JSSS では明かり掘削、トレンチ掘削、人力、機械掘削、葉っぱ掘削、盛り土、埋め戻し、捨て土、土留め工に関する安全措置について記載しています。掘削作業時の事故については土砂の崩落によるものが多く報告されています。垂直に近い糊面の下での掘削禁止など、掘削勾配や段切りに十分配慮する必要があります。また掘削の安定確保のため土留め工を設置、土留め工が設置されるまではサイト内での作業を止めることも求められています。掘削工事では地盤の劣化や他の建物等の財産への損傷を起こさないため、入念な計画と安全措置を講じる必要があります。第7章は明かり掘削、トレンチ掘削、人力機械掘削、葉っぱ掘削、盛り土、埋め戻し、捨て土、土留め工等の土工工事に関する安全要求事項、事故防止措置について規定しています。以下第7章の内容を解説いたします。7章1節から7章5節は明かり掘削作業の土工工事の安全要求事項を規定しています。土工工事の施工計画、安全計画、モニタリング計画の作成と実施、仮設の掘削の勾配・段切り、土留め工の設置、 HSO の現場の点検、リスクのある作業の中止指示、立ち入り禁止設備・防護柵の設置、
監視員の配置等を規定しています。7章6節は葉っぱによる明かり掘削の安全要求事項を規定しています。施工計画、安全計画、モニタリング計画の作成と実施、特定の BS の規定の遵守、要員の配置、葉っぱ安全計画、危険防止、火薬類の取り扱い、試験葉っぱ、特別措置、モニタリング、葉っぱ後の安全確認、不発火薬類の処理等を規定しています。基礎杭工事に関する事故の事例です。基礎杭工事の現場です。地面の下に貫入した本杭を所定の深さまで入れるため、やっとこを利用して打ち込んでいます。なかなか杭が打ち込まれないな、地盤が硬いのかな、このままじゃ打ち込みきれないな、よし、おーおい、なかなか杭が入っていかないから、ハンマー落下高を大きくしてみよう。わかった。よし、いけるぞ。どんどん打ち込め。すると、うわあ、やっとこが作業員を直撃し、作業員は死亡しました。打ち込み杭工を行う際は、機器や鋼材の特性に応じた適切な方法を取らなければなりません。今回の事例では、やっとこを打つ際に横揺れが生じ、変身打撃を受けたこと、また鋼材の許容打撃力を超えた打撃を加えたことで鋼材に破損が生じ、やっとこが倒れるという事態に至りました。杭芯とハンマーの芯にズレがないかを随時確認する必要があります。また鋼材が耐えられる限度以上の強度、回数の打撃を加えないことも必要です。第8章は打ち込み杭、場所打ち杭、手掘り掘削による基礎杭工事に関する安全要求事項を事故防止措置について規定しています。以下第8章の内容を概説いたします。第8章は着工前の安全措置、現場内での運搬、打ち込み杭工、場所打ち杭工、手掘り掘削杭工の安全措置及びモニタリングを規定しています。立ち入り禁止措置等の一般事項、施工計画や安全計画の作成等の着工前の安全措置、墜落防止措置等の打ち込み杭工の安全措置、場所打ち杭工及びコンクリート打設の安全措置、手掘り掘削杭工の安全措置及びモニタリングについて規定しています。コンクリート打設に関する事故の事例です。鉄筋コンクリートによる施設の工事現場です。生コンをポンプ車で型枠に流し込んでいきます。順調順調、これなら今日中にこのフロアは終わるな。すると突然、あ、止まっちまった。トロトロ流すもんだから詰まっちまったんだな。おい、詰まったぞ、圧力を上げてくれ。これでもダメか、完全に目詰まりしてるな。どれ、なんとか書き出してみるか。うわぁ、コンクリートが作業員を直撃。作業員は病院に搬送され、その後死亡が確認されました。ポンプを使用した現場打ちコンクリート打設では、さまざまな安全措置を取る必要があります。打設中、作業員は筒先の下や前面に立ち入らないこと、また輸送管の閉塞、詰まりが発生した際は直ちに圧送を中止します。作業員を安全な場所に移動させてから、内部の圧力を解放してから輸送管を開けなければなりません。この際、作業員は輸送管や先端ホースに激突されないよう、吹き出し口の前面や直下に入らないようにします。第9章は鉄筋工、型枠工、
型枠支保工を含むコンクリート工事に関する安全要求事項、事故防止措置について規定しています。以下第9章の内容を解説いたします。第9章はコンクリート工事の施工計画、安全計画の作成と作業員への周知と指示、鉄筋工の鉄筋加工、運搬、仮置き、組み立て作業、型枠工、型枠支保工の製作、運搬、仮置き、組み立て作業、生コンクリートの運搬作業、コンクリートのポンプ、バケットによる打設作業、コンクリートの打設、締め固め作業の安全措置について規定しています。ご清聴ありがとうございました。飲酒発汗事業への JSSS の適用により工事の安全対策が強化され、ゼロ労働災害、公衆災害が達成されることを記念いたします。